え、What's up YouTube、 どうも皆さんこんにちは、コウスケです。はい、ということで今ちょっと外にいるんですけれども、今日はなんと後ろに見えますか、はい、ちょっとピント合ってないですけど、こちらの飛行機に、乗っていきたいと思います。 UNK ではエビエーション航空学っていうのがすごい有名で、特に日本人の学生がめちゃめちゃ多いんですけれども、今日はその航空学の学生一人、インストラクターとして今働いてる人がいるんですけれども、写真の仕事と言いますか、あまりちょっと内容は言えないんですけれども、ちょっと写真を撮ってほしいっていうので、今日は頼まれたんで、ちょっとセスナに乗っていきたいと思います。はい、アメリカらしくていいですね。 Now it's clear to me we miscommunicated You equivocatedYou've already moved on, I'm alone and so damn jaded And I hate it Cause all I needed was a simple yes or no How would I know? はい、今日乗っていく飛行機はちなみにこちらです。いわゆる一般的なセスナと言われるものですね、の単発、このプロペラが一つになるものです。あっちに行けばわかるんですけれども、双発といって羽に二つプロペラがついているのがあるんですけれども、今回私が乗っていくのはこの単発のこの飛行機になります。あ、はい、今こんな感じで最後のプレチェックをしている最中ですね。ちょっと話しかけるのはあれなんで、上空に行ったら音がうるさすぎるんで、多分アフレコか、いい感じのちょっと映像になるかもしれないです。はい、それではちょっと離陸まで待ちたいと思います。今、フライトが終わってオフィスといいますか、ちょっとそこに戻ってきたところです。はい、こんなところなんですけれども、今ちょっとミーティングを、最後のミーティングみたいなのをしてるんで、ちょっとあんまり話しかけられないんですけれども、はい、ちょっとこんな感じでミーティングしてるので、あまりちょっと話しかけられないんですけれども、まあ今日はこんな感じで、終わりたいと思います。はい。今度、ちょっとインストラクターの雄大さんっていう人が、青色の服着てた人なんですけれども、とちょっと、エビエーションについての話を、まあラジオ形式みたいな感じで、まあ1時間ぐらい話すようななんか企画をできたらなっていうふうに思います。で、まあ今後いろんな、まあ今回エビエーションで、まあちょっとアメリカらしいっていうのもあったんで、エビエーションを取り上げましたけど、まあ例えばシアターであったりとか、アメリカらしいメジャーがあったりとか、まあアメリカらしくなくても、まあ今後、アメリカの大学に来る人、またはこの UNK に来る人のための動画をなんか作れたらなっていうふうに思います。それでは、次回の動画でまた会いましょう。 See you!